大変なことなってんな、これ。こんなとんでもないことになる？ポケモンレジェンズアルセウスの売り上げ。どうも皆さんこんにちは、ケイチチャンネルです。ということで今日の動画はですね、週刊ゲーム売り上げランキングを見て、みんなでワイワイしようのコーナーとなっております。2022年始まって最初のゲーム売上ランキングの動画ですね。まあ、毎週やるっていうよりは、主に注目のタイトルが発売された週の売上どうだったか見るみたいな、そんな感じのね。そんな感じになっておりますけれどもね。で、2022年最初の超大作といえば、ポケモンレジェンズアルセウスなわけなんですよ。さあ、一体どれだけ売れたのか気になりますよね。というわけで、今日の動画ではね、先週の売上ランキングを見ていくという、そんな動画になっております。わしのバカ。それでは早速ランキングを見ていきましょうと言いたいところなんですが、今年もやっちゃいます刑事チャンネル的どうでもいいランキングということで、ランキングを見る前にちょっと一旦みんなちょっとクールダウンして一旦クールダウンしてもらっていい、どうでもいい どうでもいい時間を私と過ごして、皆様からいただいたお題に答えていくというそんなコーナーを一発挟みます。今日いただいたお題はこちら。こんな隠しコマンドは嫌だ。ゲームには昔からね、様々な隠しコマンドがあります。まあ、ゲーム開発者のデバッグ用のなんちゃらモードだったりとか言われたりもしますけれどもね。その隠しコマンドはもちろん現代でも様々にな形で仕掛けられておるのじゃ。ということで今回は代官山のカフェでコーヒーすすっている隠しコマンドって何？っていうお姉さん方々150万人に聞いてまいりました。こんな隠しコマンドは嫌だ。ベスト3。第3位。ギース・ハワードの超必殺技と同じコマンド。出ねえんだわ、必殺技。全然出ないね。よし、隠しコマンド入れるぞ。むず、出ねえ、むず、出ねえ、じゃねえんだよ。第2位。入力すると、ファンザの購入履歴が画面に出てくる。よし、これで隠しコマンド入力完了って言ったら、画面にポローンって俺の購入履歴、ファンザの購入履歴、やめてやめて、みんな見ないでって、俺がエステ好きなの、エステモノ好きなの、俺バレちゃう、バレちゃう、みんなにバレちゃうとか言ってるけどさ、誰も見てないなんて、友達いないから。みんな見てるとか、見てない、誰も。誰も見なかった。第1位。ジャイロセンサーの角度を25度に保ったまま入力しなければいけない。これ24度か、これはこれ26度、あいや23、26度、今時というわけでね、今時の技術は隠しコマンドには導入しないでください。そして、どうでもいいランキングのお題は皆様から頂戴しております。ぜひコメント欄に書き込んでいただけると次回以降の、ランキング動画で採用させていただく可能性がございますので、どしどし大喜利のお題だと思ってください。別にゲームに関わらなくていいから、ゲーム系のお題がちょっと多すぎて、ね、狭いです。狭いです。もうゲームから離れて一回。一回ゲームから離れていこう。さあ、というわけで、ゲームの売上ランキングに話を戻していきましょう。今回の集計期間は1月24日から1月30日となっておりますね。ポケモンレジェンズアルセウスが爆誕したその週に、果たして一体何がどれだけゲームソフトは売れていたのでしょうか。では、ランキング10位から読み上げていきたいと思います。第10位、ニンテンドースイッチ、桃太郎電鉄、昭和平成令和の定番、売上本数6749本。第9位、ニンテンドースイッチ、柔らか頭塾、一緒に頭のストレッチ、売上本数7127本。第8位、ニンテンドースイッチ、リングフィットアドベンチャー、売上本数7733本。第7位、ニンテンドースイッチ、集まれ動物の森、売上本数8695本。第6位、ニンテンドースイッチ、マインクラフト、売上本数10663本。第5位、任天堂スイッチ、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル、売上本数12986本。第4位、任天堂スイッチ、マリオカート8デラックス、売上本数13064本。第3位、任天堂スイッチ、ポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパール、売上本数14951本。第2位、任天堂スイッチ、マリオパーティースーパースターズ、売上本数19169本。第1位、初登場、任天堂スイッチ、ポケモンレジェンズアルセウス、売上本数1424657本となっております。さあ、これちょっとね、いろいろすごいんですよ。いろいろすごいんですけれども、ソフトの売上の話をする前にまずちょっとハードの売上を見てみましょう。ハードの売上こちらですね。読み上げません。ご覧になってください。任天堂スイッチはポケモンレジェンズが出たからぐっとそのタイミングで上がるかなと思ったんですけれども、割となんか普段の売上と同じような感じかなといったところです。結構安定して7万台、8万台、9万台、10万台ぐらいのところこういう感じの波になってるので、まあ、スイッチはでもね、もう結構国内では行き渡ってるから、新規でっていう人数は少しずつ減ってくるのかもしれませんね。そして PS5 なんですけれども、
見てこれ、2万台以上出てますね。合わせて2万3000台ぐらい出ております。2021年はブラックフライデーあたりから日本に全然 PS5 が来てなかったんですよ。1万台切る週もかなりあったんですけれども、ちょっと見栄えしてくるようになりましたね。この勢いでどうにかね、2月の超対策ラッシュまでに少しでも多くね、ちょっと国内で PS5 がね、出回ってくれたら嬉しいですよね、なんて思っております。ちなみに任天堂スイッチは1億台突破したということで、先日ね、任天堂の、第3四半期決算の発表で行われておりました。まあ、1億台超えてる任天堂スイッチですけれども、勢い全然衰えてないから、これどこまで伸びちゃうのかね、なんていうところ気になるところではありますね。さあ、そんなわけでじゃあソフトの売り上げちょっと見ていきましょう。ポケモンレジェンドアルセウスが1位なのはもちろんだとしてですよ、なんで142万本ですよ。これすごすぎて、どう見ていこうか。まずはポケットモンスター、ブリリアントダイヤシャイニングパールと比較すると、ブリリアントダイヤの方に関しては139万本っていう形だったんですよね。なのでダイヤパールのリメイクよりも初動がいいという形です。ちなみにブリリアントダイヤシャイニングパールに関しても今すげえ売れてて、現在は1397万本という形になっておりますね。まあ、じゃあリメイクと比較するんじゃなくて、その1個前のポケモンと比べたらどうかなっていうところなんですけど、ポケモンソードシールドの初週売り上げが136万5千本だったというところで、どちらにせよアルセウスの方が売れてるというところです。まあ、ポケモンソードシールドは現在2390万本っていう形で、前作前々作のポケモンはどちらもめちゃくちゃ売れてるっていうのは確かです。でね、一つ、判明したことがありますよね。ポケモンは毎回2本ずつソフト出すから、なんかそう、だから売れてるんじゃないか説もあったっちゃあったと思うんですけど、1本でも売れるっていうことが判明しましたね。いやでもこれ逆にアルセウスさ、2種類作ってたらどうなってたんだろうね。もっと売れたんかな。怖っ。いやだって言っても1人で2つ買おうっていう人もなんかいるわけですよね。ああ、2本作ってたらもっと大変なことになってた可能性もあるかもしれませんけども、そんな話してもしゃあがないんで、それ置いときますけれども。まあ、ポケモンレジェンズアルセウスがすごいっていう話は、それだけじゃないんですよ。歴代の任天堂スイッチのゲームソフトで、初週売り上げの最も多かったのって、アツモリなんですよね。ポケットモンスターアツモリじゃなくて、違う、びっくりした。集まる動物の森なんですけど、それが188万本っていう形なんですね。で、ついで今回ポケモンレジェンズアルセウスが、その初週売り上げ2位を飾っているというところです。ちなみに3位はブリリアントダイヤシャイニングパールとなっております。アツモリ、ポケモンみたいな感じの記録となっております。やっぱポケモン強いですね。で、まあ、今回のポケモンレジェンズアルセウスは、ゲームのあり方からすると、まあもちろん子供たち十分遊べるあれなんだけど、まあちょっと大人も少し意識したような感じになってるっちゃなってますよね。まあそういったところもひょっとしたらね、プラスに作用したのかどうなのかちょっとわかりませんけれども、ポケモンレジェンジャーアルセウス、初登場1位、142万本おめでとうございます。いや、これはでも、この後どれだけ伸びていくかっていうところも気になりますよね。で、世界ではどれぐらい売れてるのかとかもちょっと気になるじゃないですか。ブリリアントダイヤとかは、あれ世界では初週600万本とかだったはずなんで、アルセウスの世界初週売り上げ出てる？まだちょっと話聞いてないですね、私は。なんかそういう話題があったら、まあまた話題にするかもしれません。で、2位にですね、マリオパーティースーパースターズです。いやー、俺ね、1位2位でね、ポケモンが並ぶかなと思ってたんですよね。3位ですね、ポケモンブリリアントダイヤとシャイニングパールは。まさかのマリオパーティーが間に割って入ってきたっていうね。マリオパーティースーパースターズ強ない強くない？なんか一気にドカンって売れる感じじゃなくて、もう確かな一歩をゆっくり歩んでいくみたいな、そんな売り上げですよね。堅実だわ。で、4位にはマリオっていうことで、まあ1位、まあポケモンマリオ、5位スマブラなんです。5位はなんかごちゃ混ぜみたいな、そんな感じですかね。で、6位から10位までも、ニンテンドースイッチの、いつものメンツというような感じになっておりました。いや、ニンテンドースイッチのさ、決算とか見ててさ、やっぱりニンテンドースイッチの凄さっていうのは、まあ新しく出たゲームソフトがボスッと売れるのももちろんそうなんだけど、1年、2年、3年、4年前に出てるようなゲームも、今なお、普通になんかヒット作と同じぐらいのレベルで売れ続けてるっていう、なんかその、ソフトを出せば出すほど、どんどん積み上がっていくっていう、そこが凄さですよね。変な話、大半のゲームソフトが、旬があるんですよね。
まあ、発売したてが一番新鮮で、まあ、1年経ったり2年経ったりすると旬を過ぎてだんだんね、まあセールとかになる確率とかもどんどん高くなってったり、あんまり見向きもされなくなっていく中で、任天堂スイッチのファーストパーティータイトルはなぜだか何年経っても売れ続ける、この秘密って一体どこにあるのかっていうのを紐解くことこそが各ねゲームメーカー、ソフトメーカーにおいて非常に重要なポイントなんじゃなかろうか、なんていうところもあります。まあただ任天堂が今までやってきたことってキャラクター、マリオなりカービィなりポケモンなり、まあゼルダの伝説でリンクとかもそうなんですけれども、まあいろんなキャラクターをすごい長い年月かけて、あのいろんな方法でこう拡大させていった、認知を拡大させていったっていう、そういう地道な努力があってだから、じゃあ任天堂の真似しようぜって言ってすぐにできるものではないっていうのは間違いないところだとは思いますけれどもね。まあそんなわけで来週以降もね、ちょっとアルセウスの売り上げね、要注目していきたいと思います。来週も何十万本数十万本売れるんじゃないかなと思います。で、翌週の売り上げにはですね、ダイングライト2ステイヒューマンが、新作のゲームとして登場いたしますので、そのゲームが果たしてランキングに入ってくるかどうかっていうところが気になるところだと思います。まあ今のそのゲーム売り上げのパワーから見るとランキングには入ってくると思います。パッケージだけでも1万本2万本どれぐらい売れるかな、下手したらもっと売れるぐらいのパワーありそうかな。あるいは2月の超大作がまあ中盤以降に待ってるので、買い控えでちょっと少なくなるのかっていう、そういうね、どういう流れになっていくのか気になるところもあります。来週もゲーム売り上げランキングきっとやると思います。いや絶対やりますといったところで、ダイングライト2の売り上げなんかを来週ちょっと注目、要注目して見ていきたいなと思っております。ちなみに私はですね、この後すぐにダイングライト遊ぶ予定となっております。そうです、この動画は結構夜も夜深夜に撮影しておりますといったところでございました。というわけで次回また何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね、なんか急に終わったね。